うございます。サンドリレイです。東京でタイ料理教室をしております。本日のテーマはですね、初夏のデトックスのポイントとしてね、お話しさせていただきたいと思います。はい、タイ料理教室をしているんですけれどもなんかと思った、普段はね、料理教室してるんですけども、こちらの配信ではですね、ハーブとかスパイスにまつわるお話ですとか、今はですね、タイの、ね、伝統医学を使った体質改善プログラムというのを行っておりますので、そちらのね、お悩みの多いダイエットとか、アレルギーのね、お話をさせていただいております。はい、ということでですね、デトックス、今日のテーマデトックスっていうことなんですけど、基本的にはですね、ダイエットもアレルギーも、デトックスっていうのが、キーワードというか重要なね、ポイントになってきます。まあ、ダイエットは、溜まった脂肪、かもしれないですし、アレルギーに関しては、いわゆる体に溜まった毒素ですね、未消化物っていうのを排出するっていうのが、大事になってきますので、体質改善プログラムのキーとしてはもうデトックスっていうのが必ず必要になってきます。でタイのね、伝統医学的な話で言うと、2週間プログラムとか、それ以上長いのとか、あったりするんですけれども、私のプログラムの中ではね、生活環境を整えて普段の食事からデトックスするっていうのと、あとはファスティングなんかもね、取り入れてやっていたりします。ということでですね、ちょっと本題に入る前にですね、お知らせということです。ゴールデンウィークの、特別企画としてですね、明日の夜の、メルマガからですね、デトックスレシピ集っていうのを、皆さんにお配りしようかなと思っておりますので、ぜひね、これを機にメルマガに登録していただけたらなと思いますので、よかったらよろしくお願いいたします。なんだこれ、はい、なんか、はい、っていうことです。一応ね、お知らせさせていただいております。今までね、インスタライブとかでやったレシピなどなどね、まとめて、デトックス、どれも正直言うと全部デトックスになるんですけどね、タイ料理はなんですけど、それをね、まとめてレシピ集にしておりますので、よかったらね、この機会に、チェックというかね、ゲットしていただけたらなと思います。はい、ではですね、お話に入らせていただこうかなと思うんですけど、初夏のデトックスのポイントっていう話になってきます。で、冬の間にね、溜め込んでいたものを、排出するっていうのが春になってきますね。とにかく的に言うと、冬に、よく雪解けで説明されたりするんですけど、体に溜め込む季節ですよね。当然寒い冬を耐えるのに蓄える溜め込むっていうのが必要なんですけど、それで春になって暖かくなって、気温が、暖かくなってくるとですね、その雪が溶けるようにですね、体の余計なもの、体の中に必要のないものっていうのが体外に排出される作用が働いてきます。はい、これは中医学でも、タイ伝統医学でもアーユルヴェーダでも同じようなことを言ってるんですけど、それが、現れてきたのが、花粉症ですとか、アレルギー症状、それとあと、湿疹とか、そういうね、アレルギー症状として出やすい時期になってくるんですけど、春は過ぎてですね、これから初夏、季節が移り変わって夏に移行するっていう時に、出し切れてる人はいいんですけど、出し切れてない、かつ春の間にまた溜めちゃってるっていう場合はですね、夏またね、夏バテとか、消化不良とか食あたりとかね、あとはむくみとかね、お聞き起こしかねませんので、しっかりね、初夏に、移り変わる、この夏に移り変わるこの初夏もね、しっかりとデトックスしていっていただけたらなと思います。はい、っていうことですね。なので、不要なものを排出していくっていうのが、常にね、やっていただくっていうのが大事なんですけど、常に不要なものを排出していっていただけるといいかなと思います。大体ね、今のとかね、現代社会で、生きているというかね、場合はもう大体足りなくなるってことはないですので、常にやっぱりデトックスを意識していただけるといいかなと思います。で、初夏っていうのは特にだから季節の変わり目になってきますので、夏に向けてね、しっかり体作りをするためにも余計なものを排出していくっていうのは大事かなと思います。ということでですね、ポイント、4つお話しさせていただきたいと思います。まず、初夏に限らずなんですけど、水分摂取ですね、水分摂取、
で初夏は気温がね特に上がり始めて、汗をかくことも増えてくるかと思います。汗をかくっていうのはすごく大事なことなんですけどね、この初夏の時期っていうのは特にこれからっていうかね、今年の夏はすごく暑そうですので、今のうちにしっかり汗をかいて、前もねお話したかと思うんですけど、汗腺、汗が通る道ですね、そこを広げておくっていうのはすごく大事な作業になってくるんですけれども、汗をかきますよね。でその分水分が、体の水分ミネラルが足りなくなってきますので、ぜひしっかり水分補給をねしていただけたらなと思います。で今言ったようにミネラルも大事なポイントになってきますので、塩ですね、塩もしっかりとってあげるといいかなと思います。塩とあと、電解質っていう意味で言うとレモンとか、あとハーブウォーターなんかもねすごくおすすめですね、ミネラルが入ってますので、はい。あとは、こう冬の間はですね、結構秋から冬にかけては結構消化力が高い時期になってくるんですけど、この春先、それから夏にかけてどんどん消化力が落ちてくる時期になってきますので、軽い食事を心がけるといいかなと思います。まあ、なんとなくイメージでわかると思うんですけど、冬はねやっぱ重たい、なんかこうクリームシチューとかっていう飲んでたりするんですけど、だいたい気温が暖かくなって消化力も下がってきますので、軽い食事っていうのを心がけると良いかなと思います。なので、まあ、暑くなってくるんですけど、なるべく冷たいものは避けて、温かいもの、火を通したものっていうのをね食べると良いかなと思います。なので今の時期にね冷たいものをガブガブ飲んでおくと、結構夏にね、夏バテとか、体調を崩したりしますので、しっかりとね、体を温めるとかね、体の内臓をね冷やさないような、食事を心がけると良いかなと思います。はい、っていうことですね。あと、適度な運動ですね、適度な運動も、とっても良いと思います。さっき言ったように汗をかくことっていうのがすごく大事なポイントになってきますので、今のこの初夏にね、しっかり汗をね、かくの通り道を作っておいてあげてください。あと当然ね、血流が良くなって老廃物っていうのが出やすくなりますので、しっかり適度なね運動をしてあげるっていうのは大事かなと思います。別にハードな筋トレしろって言ってるわけじゃなくて、この、ハードな筋トレが必要な人と必要じゃない人っていうのがねやっぱり体質によっていますので、そのあたりはね、同じくゴールデンウィークでやる体質診断でね、見ていけたらなと思っておりますので、ご興味あればお知らせくださいっていう感じですね。まあ、あと、比較的ね、運動しやすい時期になってきますので、屋外とかで、ウォーキングなんかのね、すごくウォーキング散歩とかですね、なんかもすごくおすすめです。はい。っていう感じですね。まあ、一般的な話になってきますけど、ではですね、あと、まあ、ハーブやスパイスの利用ですね、これすごいタイ料理が得意な、分野になってくるんですけど、ハーブとかスパイスっていうのをすごく、よく使うんですが、タイ料理では、うまく使って、なんだろう、こう発散させてあげたりとか、排出っていうのを助けてあげると良いかなと思います。はい。タイ料理で、ね、使われるハーブやスパイスってやっぱり利尿作用があって、まあ、水分代謝を、ね、良くしてくれるのとか、あと胃腸とかね、胃腸の調子を整えてくれる、ハーブスパイスばかりですので、そういう意味で言うと腸活になってしっかり、ね、老廃物排出するっていう体作りをしてくれる働きがあります。はい、ということで、まあ、具体的なハーブについてね、せっかくだから、ご紹介しようと思います。どこだっけな、ちょっとまとめたのがあるんですけど、こちらですね、すいません、ちょっとお待ちください。まあ、レモングラスとかね、さっき言ったようにすごくね、消化系を助けてね、水分代謝を良くしてくれる働きがあります。あと、まあ、精神的な面でいうとリラックス効果があるので、ストレスケアにもすごく良いですね。はい。あと体内の、ね、過剰な脂肪なんかにも効きますので、レモングラスティーにしたりですとか、あとは、まあ、今日お餅でしたら、ね、スープに入れたりっていうのもすごく、ね、おすすめです。はい。あとは、ガランガルですね、タイ語でカーと言いますが、こちらも、抗がん物質、抗酸化作用、抗炎症作用っていうのがすごく、ありますので、こういう排出するっていうのは排出する作用が、ね、すごく高いです。
で新陳代謝を良くしてくれる働きがありますので、やっぱりね活発に排出する作用がありますっていうことで、デトックスにすごくおすすめですね。であとパクチーです。パクチータイ語でねパクチー、日本英語で、コリアンダーですね。コリアンダーちょっとどう忘れちゃいました。これ英語でコリアンダーで、シアントロっていうのがね、スペイン語だったかポルトガル語だったかな、シアントロって言って、そこからですね日本語はコエンドロっていう名前なんですけれども、パクチーもすごくいいです。何よりビタミン C と鉄分がたくさん入っております。で免疫系の強化に役立つっていうのと、あと純金属を排出する働きがありますので、いろいろ食べちゃってる人はしっかりパクチーを食べてねデトックスしていただけると良いかなと思います。あ、キグネイルさんありがとうございます。はいっていう感じですね。あとは、ターメリックですね。南の方の料理になってくるとすごくよく使うんですけど、ターメリック、ウコンですね。肝臓の毒素を、ね、排出している働きがあるっていうことで、ウコンの力でねすごく有名になりましたけど、肝臓のね、肝臓っていうと、解毒の中学の中ではね解毒の臓器と言われてますので、毒をね排出する働きをすごく強化してくれる、働きがあります。はい、っていうことですね。デトックスに最適なんで、ターメリックはねもうずっと、多分この配信、ここ数ヶ月の配信でずっと出てきてますけど、ターメリックっていうのもよく取り入れていただくと良いかなと思います。はい、っていうことで、こんな感じですかね。はい、あで、デトックスに関して言うさせていただくと、冒頭で言ったように、ね、伝統医学的にはデトックスプログラムって言って、ベジタリアン食を2週間続けて、ああだこうだって言ってしっかりね、排出するプログラムっていうのがあったりするんですけれども、それはよっぽどひどい時ですね。で日々の生活としてはですね、しっかり、バランスのいい食事をとったりですとか、あとはですね、しっかり水分をとる、睡眠をとる、ストレスをためない、適度な運動をするっていうようなね生活習慣をね、しっかりやっていくっていうことで、デトックスになりますので、しっかりとね日々の生活を整えていっていただけると良いかなと思います。あと私のプログラムではねファスティングっていうのも取り入れたりしておりますので、そちらの方でねファスティングなんかをねやってみるっていうのもありかなと思います。はい、ということで大丈夫そうでしょうか。まとめとしてはですね、初夏の、デトックスのポイントっていうことなんですけど、これから暑くなっていきますので、しっかり水分補給をしてあげる。でミネラルも、取ってあげてください。レモンとか、あとはハーブティーなんかもねすごくおすすめです。でハーブティーはですねやっぱり食事とか何かを一緒に物を食べるときに取ってあげると良いかなと思います。ハーブティーは水分に入りませんので、そういう意味で言うとハーブティーはハーブティー、水は水で、水はしっかり、1.5 から2リットル取ってあげると良いと思います。はい、であと軽い食事ですね。消化力が弱まってきて夏にかけて本当消化力下がりますので、むしろ、冷たいものより温かいもの、消化にいいものを取っていただくと良いかなと思います。はい、ということです。あとは適度な運動ですね、しっかり今のうちに汗をかいて夏に向けて、汗をかね出せる体にしてあげると良いかなと思います。汗出せなくなったらですね、熱中症とか、熱が体内にこもりやすくなって熱中症に陥りなりやすくなりますので、十分、今のうちに体づくりをしておくと良いかなと思います。であとハーブとかスパイスですね、さっき言ったように、タイ料理よく活用していただいてですね、ハーブやスパイス取り入れてしっかり体づくりしていっていただけたらなと思います。はい、ということで大丈夫そうでしょうか。はい、何かねコメントとか質問とかなさそうですかね。はい、ありがとうございます。最後にですねお知らせだけさせて、終わりにさせていただきたいと思います。明日の、9時ぐらいにまでにはなんとか、今ね頑張って作っておりますので、レシピ集とあと、無料体質診断っていうのも、また行いたいと思いますので、ぜひねご自身の体質に合った、デトックスの方法ですとか、あとはなんか不調の改善方法とか、ご相談にね乗らせていただきますので、ぜひねこの機会に体質診断を申し込みいただけたらなと思います。あとレシピ集に関してではですね、メルマガから配布させていただきたいと思いますので、この機会にね公式メルマガの方に無料で見れますので、ぜひ無料のね
メールマガの方からご登録いただけたらと思います。で、配布期間もね6日までってなってますので、その間にねぜひチェックしてダウンロードしていただけたらなと思います。大丈夫そうでしょうか。あ、コメントありがとうございます。レシピなんだろう、楽しみにしてます。あ、はい、ぜひぜひ、簡単なね、ハーブとかスパイスとか私持ってないからって思われるかもしれないんですけど、お家にある材料でね、簡単にスーパーで手に入るもので、作れる、本格的なタイ料理、デトックスのねタイ料理になってますので、ぜひこれを機会にね、見ていただけたらなと思います。はい、ということで、ではでは本日もご視聴いただきねありがとうございました。どうぞね良い連休をお過ごしください。あ、そう、ごめんなさい、連休中は配信、ライブ配信はもしかしたらこのゴールデンウィーク企画があるので、もしかしたら、やれたらやるかもしれないですけど、基本的には、やらない予定ですので、なんかあったら DM とかでねお問い合わせください。ではでは、ありがとうございました。どうぞ良い連休をお過ごしください。失礼いたします。